ジグムント・ゾイス・フォン・エーデルスタインは、スロベニアの貴族、自然科学者、芸術のパトロンである。父親のミケランジェロ・ゾイスは、ベネツィアの商人で、ルブラナに移って、財産を作った。カーニーラの貴族と結婚し、伯爵を名乗ることが許された。カーニーラとクラスに邸宅を構え、ジグムントは、父親の屋敷の一つのトリエステで生まれた。 自然科学を、ルブラナのガブリエル・グラバーとヨゼフ・マファイに学び、さらに、イタリアに学び、多くの旅を行い、多くの学者と知り合った。通風を病み、その後の生活は病に悩まされた。ルブラナに戻ると、自然科学に興味を深め、ベルサザール・ハケットらの当時のスロベニアの知識人と、共に働いた。1780年代にゾイスの屋敷は、 自由な知識人の集まるスロベニアの啓蒙的な場所となった。ユーリジェイプリ、ブラス・クーマー・ディッチ、ジェネコ・ピーター、アントン・トメス・リンハート、バランタン・バドニックなどが優れたメンバーでゾイスサークルと呼ばれた。ゾイスはパトロンとなり、彼らを指導し、彼らの文化的、科学的活動の資金を提供した。合理的、実証的な思想の持ち主であったが、 フランス革命には強く反対し、レオポルト2世の恩恵な解明的政治をサポートした。オペラのアリアや民族音楽の作詞が残されているが、文学の分野での貢献は小さく、ゴットフリード・オーガスト・バーガーの詩、エノーレの翻訳は失敗だとみなされている。ゾイスは、このような文学作品を作るには、スロベニア語は平凡でソやであるとしたが、同じ詩を、フランツェ・プレシェーレンが、 巧みに訳したことによって、ゾイスの結論は覆された。ゾイスはまたズロベニア文学批評の創始者とされ、彼の批評の多くがバランタン・バドニックとの書簡の中に残されている。リブラナデボシタ。ゾイスの貢献は、鉱物学、地質学、植物学、動物学の分野にあり、彼の集めた約5000点の鉱物のコレクションは、スロベニア国立博物館に保存されている。 1795年にトリグラウサンの付近の地域を調査した。1805年にはコリンシアンアルプスで発見された鉱物が新鉱物であることを示し、その鉱物はゾイシテと命名された。兄弟の植物学者カール・ゾイスの仕事を援助した。カール・ゾイスはカーニーラの新種の花カンパヌラ在ジーイを発見した。スロベニアにおける自然科学の賞、ゾイス賞や 学生に対する奨学金に名前が付けられている。ありがとうございます。